はい、ハローフリーチと申します。のむだけ寝坊創造 with パープキットを今回もやっていきたいと思います。一応今回はねシャープ1にして、アップデートの内容を、練り込んでやっていきたいと思います。じゃあ桶狭間の戦いで、そうだね、適当にどっか選んでやろうかな。で、今回のアップデートで増えたのは、新規勢力を、いっぱい作って、なんていう、コンピューターに任せるみたいなね、ことができるようになりまして、こうね、家紋を選んで、本拠地を選んで、適当にね、こう、市場勢力を増やすことができるという感じですね。とはいえ、あんまり、激戦じゃないとこに置かないと、すぐ滅ぶんでね。考えようですけど、弱小勢力の塊のとこならばまだまだいいんじゃないかな。で、家臣も選べると。そうだ、もう一個ね、ここに作ろうかな。風化器をね、二つ作ろうか。こうやって作って、そうだね、作ることができると。それをどうやって遊ぶかはその人次第ですけどね。お酒をもう一個作ることもできるんですよね。で、家紋に織田ないかな。清須織田とかいるんで家紋的にはあると思うんだけどな。家紋が分かんないな。ないか。これ多分明智か。大名で、女の人を、大名にすることもできると。でね、それくらいかな。あともう一個ちょっとアップデートで、イベント回線が、長篠の戦いと山崎の戦いがね増えましたね。それは別にいいかな。あんまりね回線はいいかな。いずれやろうかな、とりあえずは。そうだね。あとは適当に作ろう。で、家紋と。で、桶狭間の戦いでは、27個勢力を作れるようですね。何に関係してんだろうね。で、めちゃくちゃ密集させることもね、できるんで、そうだな、密集させて、そうやってみようかな。で、例えばね、歴史上にいた大名で、信長の野望を想像には出ていない大名とかをね、作ることもできるんですよね。それ以外は、そうだな。自分の分身を置いてね、眺める的なこともできるし、これはね、遊ぶ人次第かな。僕は多分めちゃくちゃに数を置いて、どう流れが変わるかっていうのを見ると思いますね。武将の数だけね、作れるんで、武将、登録武将を100人くらい作れば、大名の他にね、家臣とかもつけたりできるんで、市場でも強くね、なれるんじゃないかな。朝倉さんね。朝倉の方に置こう。例えばね、三国志に出てくる曹操、孫権、劉備を、置いてやるみたいなこともできるんでね。いいか、とりあえずこれで。で、ここね、すごいことになりましたね。じゃあちょっと、あともう一つ、軍団の、制限を、無制限に選べたりもできるようになったので、それを試したいので、そうだね。どこでやろうかな。じゃ今川でやっていこうか。編集で、ここをね、変えるんですよね。無制限にしてみよう。こんなもんか、よし。
で、戦国伝などなどは、まあ、発生するでいいか。まあ、ゆるく生きてるんで寿命なしにするか。よっしゃ、やっていこう。そうですね。とりあえずは、このね、めちゃくちゃに置いた市場勢力がどうなるかっていうのを始めましょう。みたいですね。外交はいいや。で、とりあえず、岡崎城に今川を移して、ね、もう一人もう一人。で、本拠地を移して、軍団を作ってね、住みようか。軍団の範囲が無制限なら、例えばね、逆側は全て任せることもできるんでね。ある意味自分の軍団より強くすることもできますし、まあいろいろね、できますね。なんだこれ。確認か？属性ね。よーし。で、家宝を渡しまして、そうだね。まあいっぱいいるね。荒古城。長島城。まあ、こんだけあったら、まあ、どう、なんか展開も若干変わるんじゃないかな。食われるかな、全部。関ヶ原城とかあるね。まあ、まだまだ弱いか。1000か。少ないな。桶狭間城。常滑城とかね。ご命令くだされ。先月の終始です。で、軍団を作ろう。軍団長は岡部さんでいいかな。で、攻略目標を、斎藤にしておいて。まあ、無限というのはある意味ね、いいことですよね。で、まあ、とりあえず、30日のアップデートを、大区切りに、ね、アップデートは一旦やめで、なんか毎月あったね、アップデートはやめで、まあ、その、都度、半年に1回とかかな。まあ、アップデートしていくんじゃないかなと思います。多分、あとは不具合を直す程度だと思いますね。もう追加要素はさすがにね、ご命令くだされ。そうないと思います。先月の収支です。報告いたします。ここになんか大名がいる。何家だ？島津豊久ね。ああ、すごいな、でも。こんなに多いと、なんか展開変わるんじゃないかなって思いながら、ちょっと待とうか。地下なんかこれ、細路木城っていうのかな。浅井家のイベントか、まあいいや。まあできたらね、なんていうの、勢力作るときに城をね、ご命令くだされ。一つ以上持てるとちょっと面白くなるんじゃないかと思うんですけどね。例えばまあ市場3個ね持てるとかあったら変わると思うけど、そうだな、多分土地がねないのかな。関城か、へえ。フルレロさんね。あ、でそこが、なんていう、自分のお城みたいなね。ご命令くだされ。先月の終始です。そうだ、いくつかと同盟でも結ぼうかな。すんげえ敵視してんな。そうだね、とりあえずここを攻め滅ぼそう。出陣するぞ。おお、腕が鳴るぜ。お、援軍だ。重荷を負う覚悟、わしにはできておる。ご命令くだされ。先月の終始です。まあとりあえずここは吸収しようか。まあ市場勢力の市場が配下になるんで、まあ作らなくていいっていう利点がありますよね。ご命令くだされ。報告いたします。調査とかはいいとして、従属してほしいな。うん、お、今川舞。表情を始めましょう。報告いたします。
まあ、とりあえず沖狭間待ちましょうかね。沖狭間だったら大きいんでしょうか。この戦我らの勝ちだ。敵将捕らえたり。あ、ここがなんか城になっちゃったな。これは回収しよう。出るとまた攻めてった。戦の支度をせ、出陣するぞ。やっぱり吸収されていく運命なのかな。報告いたします。あの城俺にくれよな。まあいいか。まあ軍団の範囲が無制限なんで、例えば自分岡崎城一つにこもって、あと全部ね、軍団二人するみたいな、二人することもまあできますよね。三好家上田家、そんなことにまで手を貸すんだな。まあいいよ。出陣するぞ。出陣するぞ。城が取り囲まれました。出陣するぞ。待って、ここがってこと。あ、鳴海城がってことか。ちょ喧嘩を吹っかけただけ吹っかけんなよ。嘘でしょ、マジで。自分で守りに行かないと。我が戦お見せしましょう。出陣するぞ。急げ。待機せよ。表情を始めましょう。先月の終始です。織田家がねだいぶ荒ぶってますね。進行指示できないか。交渉もないんで、とりあえずは退却させよう。騎乗します。城へ戻る。もう遠藤家が滅んだと。戦場で華麗に舞いましょう。出陣するぞ。我が策お見せしましょう。ご命令くだされ。先月の終始です。よしよしよし。出陣するぞ。自分フルーツチェキはね、なんか自分で収めたいな。華麗に舞いましょう。関東関連の話か。なんて有名武将っていうか、無双に出てくる武将はね、だいぶっていうか、ほとんどグラフィックをね無双のにしてますね。すごいな。あ、いろいろなとこにキリスト教が伝わったと。ご命令くだされ。先月の終始です。アサリ家は関係ないね。いざ戦場へ。木村家は、斎藤家によって滅んだと。続け。これ市場が増えるんで、なんて言うんでしょうね、その大名家同士のバランスも変わってくるんじゃないかな。市場をね食うことによって、まあ斎藤が大きくなったりとかね、あるんで、大きくなり方が変わってくるんじゃないか。先月の終始です。例えばあの織田の方にいっぱい城があるんで、それを吸収した織田家が強くなるとかありますよね。とりあえずは戦がないね。常滑城を攻めようか。出陣するぞ。出陣するぞ。出るぞ。案外兵がいるんだな。ご命令くだされ。先月の終始です。指示はできない。なぜか進行の指示ができないな。あれ指示だっけ。指示だよね。じゃあできないか。戦の支度をせよ。戦場へ参る。強い。反撃がすごいな。かかれ。ご命令くだされ。報告いたします。まあとりあえず今回は3月30日のアップデートのお話がしたかっただけなんでね、ここまでにしようかな。そう、次回、まあ、続きをやるか、明智家か、石田家とかね、イベント回線のある大名家でねやっていこうかなと思います。ではでは今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。